なんか昆虫みたいですね。こんな感じで出てくるんだ。傷が塞がったらまた切っちゃいますね。ああ、そうなんですね。切って1年でこんだけ伸びたと。はい、この辺なんかも取り消した頭です。ああ、そうなんですね。こっちが切り飛ばされて残ったからですね。下の方ですから。あ、こっちが下側。こういう段差になってる。ああ、なるほど。これは模様着に作る感じですね。1年ぐらいですか。1年、そうですね。1年2年ぐらいですね。今日は芙蓉園さんにお邪魔して、これ僕が持ってるニレケヤキなんですけど、結構あんまり格好悪いなと思ってて、はい、それでここを取り木できないかなっていうことで今日来てるんですけども、はい、ちょっと今鉢が割れちゃってね。そうなんですよ。鉢が植えしたいんですけども割れちゃって、はい、植えちゃってからだと木が動いちゃうんで、はい、植える前に取り木をしてもらおうかなと思います。はい、はい、なんですけどちょっと土が乾いちゃってますよね。はい、ちょっと乾いそうなんで土だけちょっと霧吹きで濡らしといて。優しいですね。まずは取り木したい場所を目安つけといて、はい、まめな人はチョークとかでこう線引いたりするんですけど、もう豆じゃないぶっつけ本番みたいな感じ、はい、じゃあここの部分を株立ちにしたい感じですかね、はい、箇所から何個も生えた感じに持ってきたいのか、こういう感じの小さいバージョンを作るのか、とにかく、なんかちっちゃいのに作りたいんですよね、はい、まあどっちにせよここに生えてる枝が多分邪魔になるので、これですね、はい、まずそれ先切っちゃいます。環状被覆って、ぐるっと皮をむくやり方が一般的なんですけど、やってもらいますけど、はい、上の方から根っこが出るんで、はい、根っこを出したいところ、こうぐるっとナイフで、はい、一周ぐるっと、はい、ここ、そうです、根っこを出したい場所からね、はい、ぐっと、結構深く木質部まで行くように。全然入ってかないですね。硬いんですよ結構。大体幹の太さの 1.5 倍ぐらいって言うんですよね。でもまあこれ距離がないんで、はい、向けるとこのギリギリ下までもう一本ぐるっと一周してみましょう。一周下ですか、はい、これ狭いとくっついちゃうんですよね。なるほど、はい、生命力が強いんでつながっちゃうと根っこが出ないで傷が塞がっちゃうってね。下のギリギリまで行った方がいいですかね。のが多分これ家でやる人とかって、はい、カッターとかでもいいですし、まあ面倒な時は股枝とかこぶ切りってあるじゃないですか。あれでもう周りぐるっと一周削っちゃう。なるほど。かなり大雑把ですけど、それでもできることはできますけどね。上の輪郭から下の輪っかまでまっすぐ線ぐっと奥までまっすぐ。こういうことですか。まあそれでもいいですし。そうするとちゃんと切れ込み入ってれば抜けるんですよ指で。ただちょっと切れ込みが浅いと思ってないんでなるほど。そんな感じに削いで剥いていってもいいです。わかりました。本来であればめくれる、そうぐるっとめくれますね。掘る深さこのぐらいでいいんですか。皮がなくなる、皮がむけて今形成層って言われる部分があるんですけど、それがなくなるまで削るんですよ。まあそれは触るとぬるぬるしてるんで、ぬるぬるがなくなるまで削れば大丈夫です。みんな取り木の時期とかが木によって決まってると思いますけど、はい、まあ要はそうやって皮が剥きやすい時期とか、その根が出やすい時期も含めて入ってますので、その時期にやるとみんな簡単に結構できますね。まあ大体できたと思うんですけど、はい、で根っこが出るのが一番上だっつったんで、はいはい、一番上をもう一回ぐるっと一周きれいに。一番上。はい。ぐるっとで上から下にナイフを立てながら皮を削ぐ感じですかね。削る感じで、ね、こう下ろしていって皮を剥く感じですかね。あんま皮をちょっとお掃除じゃないですけど、そうすれば確実に形成層がこの薄いのがこれですね。これ栄養を通してる部分なんで、これを確実に分断させます。削り取れる部分がそうですね、形成層。はい、簡単なのは皮を剥いて土とか水苔巻けばもうそれで終わっちゃうんで、はい、あとは上が綺麗に切れてるかとか、この切り口ですね。これまっすぐなんでこう根っこが出てきますけど、わざわざ切れ込み入れて根っこを出す位置調整したりする人もいますね。なんか八方粘り作りたいからこうやる人みたいなことですね。そうですね。煮るぎ焼きとか発根しやすいんでいいですけど、はい、もっと発根しやすくするためにこの発根剤っていうホルモン剤ですね。ルートンとかオキシベロンっていうのが売ってるんですよ。はいはい。まあ、ルートンとかを上に粉をつけてあげると、はい、より出やすくて上の方にね。はい、上の方です。いろんなやり方ありますけどね。これで出ないってことはないでしょう。お前ですか。木によるってことですか。木によりますね。難しい木もありますけど、巻くのこっちちっちゃいんで水苔のがいいと思うんですよね。一般的にはまあ水苔と砂とか砂って赤玉土とか混ぜたりしますし、まあ通気性と水持ちですよね。水かけめんどくさいけど水持ちのいい水苔とかで水に入れちゃって、ちょっと揉みましょうね。崩れるのにちっちゃいんで、はい、ちっちゃい袋ですかね。まあこの辺ぐらいしかないんで、大きいやつだとビニールポットみたいな。そうですね。それは半分に切って巻いたりいろいろやり方ありますけど、このサイズだとそれで十分かなって。それを切り開いてもらって、それだけかもしれない。そうですね。下の方とかぐちゃぐちゃになっちゃっても大丈夫。下の方多分ギリギリまでやったんで、グッともう下の方に持ってっちゃって。結ぶんですか。いや、結ばないですね。ホチキスで留めたり、はい、しますけど、でもこうちょっと筒にするじゃないですか。はい、で下をちょっと針金で完全に止めなく閉じない方がいい。どっちでも大丈夫ですよ。でここに多分袋状になってると思うんですよ。はい、はい、でここに水苔を詰め込んでいきます。はい、これなかなかちっちゃいからなかなか大変だなんですけど、普段水あげるときは、はい、普通にあげてこの中にも入るように。その中に入るように結構パンパンに入れた方がいいですか。結構パンパンで大丈夫ですね。出ちゃうな。これを上に持ってた方が。ホチキスで止めといても。ああ、確かにそう。これが入らない。ああ、いけそうですか。いけないです。そう、ここね、開いちゃうところをこう一旦閉じて、こっちをパチンと。とりあえず入るから。はい。ありがとうございます。これは好き好きで土入れたり水持ちとか通気性とかいろいろ考えながら。木が変わってもそうですね、同じですか。はい、まあ、基本水苔だけでも何でも出ちゃいますけどね。逆に湿りすぎて腐っちゃう場合もありますので。なるほど。乾燥はやっぱダメなんですかね。乾燥はダメですね。挿し木とかもやっぱそうなんですか。挿し木もそうですね。乾燥、まあ、根っこがない状態なんで根っこが出させるためにね、まずとりあえずこんなもんですかね。そうですね。ギュギュって入れて。こちらですか。うん。入れすぎて無理だったとかね。少しはみ出してもいいですよ。はい、水苔が。上から水が染みやすくなる。上も閉じる。そう、上もギュッと。水が入る程度。こぼれなければ。はい。これがね。これで完成。はい。でもし夏場とか、はい、日当たりに置いたりするとこう取り消したところが蒸れちゃったりするんで、ハサミでも何でもいいんで穴開けたりもするんですけど、上とか結構緩く縛ってあれば蒸れたりしないんで、まあまめな人は注射器なんかでこう直接水さしてあげたりする人もいますけども、まあまあそんなに乾かなかったりするんで。なるほど。はい、これで1年ぐらい。そうですね。外すタイミング、まあ、周りに根っこが出てくるんですよ。はい、あ、もう見えてくるんですか。はい、ちょっと通気性のためにこうやって何個か穴開けといてあげて、水やりの時にちょっとずつ入ってたりしますので、はい、ぐるっとやってあげたり、まあ、根っこが出てきてもう触ってもパンパンになってくると、まあ、根が回ってますので、そうなれば出てるな、はい、ってなった時に外す。そうですね。外す時はもうここから切っちゃうってことですか。切っちゃいますね。まあ一旦外して根っこがどんだけ生えてるのか確認してからでも、まあ、明らかにパンパンだったら、まあ、根元から切っちゃってもらえば。切るだけじゃもうノコギリとかノコギリとかになっちゃいますね。ですかね。うん、それだからまた枝とかでバツンと。ああ、そっかそっか。このぐらいだったらいけるか。まあ出るのは上の方から出てるんで。なるほど。初めての取り木。初めて。こうご期待です。どうなるか。これ自体を枯らしちゃったら元も子もないですけど。培養のための仮植えっていうかね、ざっとした植えなんで、鉢穴がこんな状態。はいはい。はい。なんでまずごろ土。はい。いきなり細かいの植えても落っこっちゃうんで。はい。普通にちょっと粗めのやつをバーッと引いて、はい、細かいのをちょっと引いて、はい、ここからスタートで、はいどうぞ。はいどうぞ。これは赤玉。赤玉の小粒ですね。中に入る。細いな。細いな。であと上をちょっと押してもらって、そうです、まあ、ギュッてへっこむようだとつけ込みが足んないんで、うん、はい、土を足してもうちょっとやる感じですね。うん、大丈夫。そうですね。こんだけ多分へこんじゃうんで。はい、結構しっかり入れないと中スカスカで後々大変になってきます。でこれは培養だから根は崩さずってことなんですよね。はい、普通の植え替えであれば。根を崩して根を切って、はい、下の木も生かすってことだよね。そうですね、はい、2倍楽しみたいと。これで完成、はい、1年後早ければ半年早ければ半年、はい、最低でも1年経ったら開けてみた方がいいかもしれない、ね、この時期に。じゃあやっぱこの時期が取り木の時期っていう感じで、いや一番いいですね。まあ品種根とかね種類にも入れますけど、梅雨時が良かったりするのもあるんで。なるほど。はい。まあ芽が出る前、植え替えの時期と同じ時期ぐらいですかね。だからさっき磯山椒も持ってきたんですけど、磯山椒が梅雨ぐらいのがいいっていうのは、はい、植え替えも梅雨ぐらいが一番いいんですね。沖縄の木っていうのは。なるほど。はい、その木の植え替えのタイミングと同じぐらいの時期。そうですね。で水やって終わりですね。水やって終わり。はい。いやーなんか申し訳ないです、こんな。贅沢にお城を教わってるなと思いながら。結構植え替えした時って何回かこう水あげたりする。そうですね。下から水が出て汚いその泥みたいのが出てくるんだけど。はいはい。こういうのが出なくなるまであげるんですよ。で細かい土が細かい根っこの間まで行き渡るんですよ。たっぷりあげると。土が詰まるってことですね。根っこが離れちゃってるとやっぱり乾燥して根が枯れちゃったりするので。なるほど。多分絶対コメント欄で不良園さんでこう自分のこれやってるの贅沢すぎるぞって怒られそうなんです。すいません。贅沢もので。ありがとうございました。はい。